学校の文化祭で女子高生をナンパ、うん、だから女子高生が遊びに来るってことですよ、うん、それすでにそのナンパしてっていう状態じゃんそれまたそういうこと言うと男性側は何考えてんのあんたっていうことをよく言われるじゃないですか、なんすか、あの来たからってナンパ待ちじゃないですよみたいな、いや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 、あのねこの間もさ、ほら聞いたじゃん女子部、はいはい、あれあれなんだっけ、蒸留所で聞いたんだっけ、本番中に聞いたんだっけ、ファンクラブだったかもしれない、なんだっけ、あ、はいはい、女性っていうのは、はい、ナンパされて悪い気がする人はいないらしいですよでもそれ改めてたまらずで聞くと、いやいや悪い気になってますよっていう人も多いかもしれません、もしかしたら。じゃあ取りましょうよ、国勢調査しましょうよ、たまらず国勢来ました、久々にナンパされて、もうやめてって、もう私そんなのもう飽き飽きしてるからっていうような、そういう言い方するとまた立ち上げますけどなんかいや、だってこの間うちのスタッフに聞いたら、ナンパされて嫌な思いした、まあ、嫌な気分がしたことはないっつって、まあ、数少ない玉ギャルですけどもね、うん、数少ないあの統計ですけど、しかもそれは別にあれでしょう、なんかいやこの男とは別に一緒にどっか行かないですよみたいな人にナンパされてもいいってことでしょ、だから気持ち的に、そうだからもちろんついていかないんだけどという、良かったことの思い出の一つにカウントされるって言ってたよね、やっぱり私ちょっとモテたかもみたいな感じで、そうね、だから告白され、まあ告白はちょっとダメだな、あのそれだと告白だと多分みんな嬉しいはずだから、あ、もうそうですね、じゃなくてちょっとどっかちょっと行くのに暇なのみたいなこと言われても、声かけられて嬉しい、可愛いですねとか言われたりなんかしてみたいな、うん、まあまあ要するにその何やってんのみたいな、その簡単なところから入った方がいいでしょ、ナンパね、はい、何見に来たのとか、文化祭とか、文化祭、そうですよね、あ、じゃあ案内するよみたいなことでしょ、要するに、ああ今日なんかどこに決まってんのみたいな、何見に行きたいのどこ行きたいのっていうことで、じゃあ案内するよっていうことがいいんじゃないの、あのスムースなんじゃないのこれ、ああ友達も多分大概そういう入り、それ以外の入りってあんまりないですよね、それ以外だと今でしょみたいなことでしょ多分いやいや、もうすでにちょっと今じゃなくなりつつありますから、その言い方で、ね、じゃあそれじゃあ使わない方がいいね、実に面白い、それだ、これどう、いやいや、これどう、それだそれだ、あるよ、いろいろと、なるほどね、さっぱりわからないとかさいやいやいや、現象には必ず理由があるとか、いやいや、そこまでいくとだんだんわかんなくなってきますけどね、これね、わかんなくなる、文化祭的にはね、本当、だからまあそうです、そうです、まさにそうですよね、どこ行くのとかもう決まってんの、今日何目的、何目的みたいな、あ、そうですよね、誰か友達とかいいのとか、うん、そうわかんないけど、なんか面白そう、来ちゃいましたって言ったら、なんか、実に面白い、あもうそこで殿下の音抜いちゃいますか、いやちょっとね、早いね、早いですね、いきなりやるとね、早いね、用意してた感ありありだから、そうですよね、普通にだから、あ、じゃあそこ俺知ってるから案内するよみたいな感じで、ああ、なるほどなるほど、うん、ああ絶対した方がいいって、絶対ナンパした方がいいって、あ、そうですか、行ったことがないね、私ね、本当に、俺だってほら渋谷のさ、あ、公園通りっていうか、あの渋谷センター街のね、はいはいはい、あのナンパしてたの、すごい当時まだだから、仕事、あのこういう仕事する前の話ですよ、これね、うん、だってそうじゃないと出会いがないからさ、でも正直ああいうストリートのナンパで成功率っていうのは1割切りますからね、いやでも今でもまあ仕事の方もいるかもしれません、いわゆるキャッチみたいなね、まあでも結構みんな、うん、果敢にやってますよね、今相変わらず渋谷の方では、断られて当たり前ですよ、はいはい、数打ってる感じしますよね、すごくね、本当に数です、ナンパは数です、そんなにやってたんですか、はい、何時間ぐらいしたんですか、最高だと、最初はやっぱり右も左もわからないし、そのずっとやってましたよね、あ、そんなやってたんですか、うん、10分20分とかじゃなく10分20分でね、そこでそんなね、いいカツオが釣れるわけないんですよ一本釣りできないってことですか、できないですよ、でも普通そんなやったら心折れてきますよね、だって 4,5 人に断られるとこ、折れる心しか持ってないやつはナンパするないやそうですけど、まあ、そんなね、断られて心折れるようなやつはナンパするな、あ、じゃあそういう時はもう全然もうへこたれずに、最初はね、もちろんなんかへこんでたけど、だんだんわかるわけですよ、どれぐらいの時間帯にどこに行けば確率が高いか、要は終電間際に、本当に漁師さんみたいですね、それなんか、そう、魚の流れがあるんですよ、魚群が、終電間際にハチ公口に向かって行ってる人ってのはもう帰るわけじゃないですか、で逆に言うと終電間際にハチ公口からセンター街に向かってくる人ってのはこれから飲みに行くわけじゃないですか、完全にプロのナンパ師の手口ですね、それなんか潮が満ちるのを待つのか引くのを待つのかですよそうか、だからもう終電のあたりでこっち来てる人はもう完全に帰る気ないわけですから、これ。そう。だから渋谷のスクランブル交差点っていうのは、あれ淡水と海水の間の汽水なんですよね。あ、
ちょうど川のこの河口。そうそうそう、河口のあたりなんですよ。なるほど、海のものと川のものがこうちょうど混ざり合ってるところなんですよ。はあ、あの辺に網をファサッ。川に登っていくのか、こうで降りていくのか、こう海に向かって。で、まあ当然その、まず早い時間からやる場合はね、8時とか9時ぐらいからやる場合は、当然別にどっちに向かってる人でも OK なわけです。もう帰るのっていう人でも OK だし、今からどこ行くのっていう、あの、要は、帰水の部分にいることが大事なんで。ああ、なるほどね。だからもうまだ帰るって、もうやることなくなっちゃったから帰るけど、なんか面白いことあるなら残るって人もいる。そう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 。で、その帰水の部分で、渋谷スクランブル交差点あたりで待ってるわけです。で、まあ、まあね、10時ぐらいになってくると、ちょっと10時から、終電までの間の3時間っていうのは。本当にやった人の話です。絶対にこんな。今思いついた話じゃないもん、絶対にこんな。難しいんですよ。なるほど。10時から終電まで3時間。中途半端。あの辺は。時間帯として。でも人結構ね、もうね、店に入っちゃってる場合が多いのよ。あ、確かに。ああ、もう飲んだり食べたりして、もう地下に潜っちゃってる、店とかに。そうそうそう、はい、砂の中に入っちゃってる。5階みたいな感じで、こう空気こうだけ出して、こうやって、本体が見えなくなっちゃってる。はいはい。で、また今度は終電間際になってくると、店から出てくる。ああ。で、砂から出てくるから。出てきて、帰ろう。もうね、怒られますよ、なんか本当に。貝とかに例えてると、本当にもう。貝に例えて。いいかげん怒られますよ、貝に例えてますけど、今日は。今日だけはね、ちょっとね。でも、そうか、その後に来る人はもうこれから帰る気なくて、なんか面白くないかなと思ってるから、うん、声かけると成功率も多少こうアップしてる。で、まずその時間帯と人の流れの見極めと、これ大事。で、一番最終的に僕の最終形態ね、最終形態、ナンパの最終形態が、もう最もこれが一番立ち止まってくれるっていう方法を発見したんですよ。すみません、本当にさっきのあの男の子と同じ、教えてください、これちょっと。いいですか、はい、渋谷で女の子に声をかけるときに、今日、九州から出てきて、右も左もわからんとですけど、どこに行ったらよかとですかね、東急ハンズっていうとは。最後の最後にそれかよ。せこいでしょ。せこいし、かっこ悪いですよ、それちょっと。完全に弱者として。そうですよね。都会門の方、誰かわかる方。109というとはどこにあるとでしょうか。わざとイントネーション強めに出して。強めで。もう困ってる人になるかっていう、はあ、じゃあ逆に時間帯は東京ハンズが空いてる時間帯になるわけですよね、とかね、あとまあなんかこう渋谷のペンギンズバーっていうのがあると聞いたことですけど、ああそういうの昔あったよ、ありましたよね、そういうのを急に店の名前出して連れてってもらえて、そのまま店に入れたらそれはそれでメッケモンだっていうね。そうですよ、その日はもうずっと朝まで、はい、地方から出てきた人を演じ続けるんです。大変だな、それは。しかも、せっこいでしょ。そうですね。そうまでしてナンパしたいわけですよ。だからさっきも言いましたけど、はい、心が折れたりするようなやつ、ダメ。そうまでしてナンパできないやつ、ダメ。そうか、その心構えがないやつはナンパなんかするな。いや、確かに心が折れるっていうのは何らかの自分のプライドだったり何か守らなきゃいけないものがあるから折れるから。プライド金繰り捨ててるわけですよ。だから折れるも何もないわけですから。ないない。勉強になりました。ですよ、さっきの男の子もこれでね、分かった、プライドを捨ててかかれっていう、ね、弱いよ、弱い、そんな気持ちじゃダメだった、だからだね、分かりました。